アローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサンムーンやっていきます。はい、うらうらと土曜日のシマスキャン行ってみたいと思います。土曜日なんですけど、どこに何が出るのか楽しみですね。では、やっていきましょう。QR スキャン100ポイント貯まってるので、このままやっていきます。スキャンしています。気配をキャッチした場所、浦々島のほくらにだけってことは、マーマネさんがいる展望台に飛ぶのが一番近そうですね。うん、行ってみたいと思います。ほくらにだけ、なんかシルエット的には見たことがある子な気がするんですが、サンムーンだと出ない子ですよね。何の子だろう。よし、ではリザードンフライトで向かいます。はい、ほくらにだけ、よーし、行ってみよう。そうそう、あのアローラっていう意味がちょっと気になって調べてみたんですけど、アローラ地方って実際にあるんですね。ちょっとね、びっくりしました。あのスイスの地方でアローラって呼ばれる地域があるそうで、もうね、あの調べてみてびっくりしたのは最近はそれでしたあと、あの似た言葉ないのかなって言ってちょっと調べてみたところ、イタリア語でアロラっていう発音をする言葉があるみたいで、意味はないそうなんですよ。なんですけど、アローラって私はあのテレビを見ていて聞こえてしまって、あれって調べてみたんですが、アロラっていう発音らしいんですね。あのちっちゃいつが入る発音らしいんですけど、あの日本語で言うとそのねっていうのが一番近い意味らしいです。なので言葉自体に意味はないんですけど、なんかあれですね、もしかしたらスイスのアローラって言われる地方の方でポケモンやってる方もいるかもしれないなって思ってそう、ポケモンは世界共通なんだなと思いました。はい、なんて話をしてたら到着したので、この辺で演奏化していきたいと思います。よし、行ってみよう。端っこから出ない出ない時あんまり当たらないんですよね。この辺、あ、キバゴなんだ。あれ、オノノクスになる子ですよね。キバゴ型破り、行ってみたいと思います。ピーピーがない。あ、でもしびれごなは大丈夫。しびれごなしよう。いや、今ちょっとびっくりしてしまいました。ポケモンセンターにいたのに回復に言ってあげていなかったという、ごめんなさい。鬼ドリル変えましょう。入れ替え、アブリゴン、ありがとう、お疲れ様。行け、鬼ドリル。これで峰打ちやっていこうと思います。切り裂く、耐えてますね。では峰打ちをして、はっ、一回回復しましょう。なんか危ない気がする。当たらない、オッケー。でもう一回峰打ち、これで投げていけそうな、あ、いけましたね。体がしびれて動けない。ではでは、モンスターボール投げていこうと思います。はい、1投目いけるかな。
でも木箱育てたいですね。お、入った。やった、一発木箱を捕まえたぞ。嬉しい。ニックネームつけずに、一回ね、手持ちに加えようと思います。そしたら、ハリテヤマくんが満タンだったので、そのままボックスに送ります。はい、シマスキャンでキャッチしたポケモンの気配なくなった。終了。あれ戻ろうとしたら当たってしまいましたね。あ、エアームド。雪、アブリボン。花粉団子。鋼系だから本当は違うんですけどね。わあ、スピードスター倒していきましょうか。フィジカルシャイン、これも今一つですね。変えていきたいけど、パーティーの中に、あ、助け呼んでる。現れなかった。これが投げてみてら入るかな。投げてみたいと思います。以前1体はゲットしてたんですけど、あー出てきちゃった。乱れ好き。あ、多い。3回当たってる。あ、間違えてしまった。間違えちゃった。違うよね、シビレゴナだったのにアロマテラビーにしちゃった。間違えちゃった。はい、しびれごな。よし、麻痺が出て2回当たる。ほい。どうかな、モンスターボール。わあ、やかった。球場当たってるけど耐えてくれてますね。たらスーパーボールだったらいけるかな。あ、いけました。あ、よかった。エアムド捕まえたぞ。今からね、シマスキャンゲットの木箱の情報見ようと思ったんですけど出てきちゃいました。メタルコート持ってましたね。手バッグに入れるのとボックスに送りました。こう、なぜ飛ばなかったかっていうと、ちょっと近いのでっていうだけだったんですが、はい、リザードオフライトすればよかったです。では到着見ていきましょう。ゲットしたキバゴ。はい、名前はキバゴ、ドラゴンタイプ。性格生意気の子だったですね。うん。あ、特性は型破り。はい、持ち物はないと。強さを見る。特性の型破りは相手の特性に邪魔されることなく相手に技を出すことができる。持ってる技はアイアンテール、ドラゴンクロー、あ、峰打ち、切り裂くですね。はい、ということで今回はキバゴゲットしました。次回のシマスキャンもどのポケモンが出てくるのか楽しみです。ポケモンムーンはストーリー、まだまだ途中だったんですが徐々に上がってきますので、そちらの方もお楽しみいただければ嬉しいです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!